こんばんは、平井弘明です。第3弾来ましたよ。〇〇シリーズですね。ドライバーを〇〇すると当たらなくなります。これやります。その〇〇知りたいですよね。ドライバーを早く振ると当たらなくなります。平井弘明のワンナップゴルフ。何ふざけたこと言ってんだって話ですけど、これ振り子の原理と一緒なんですね。スイングって今更なんですけど、ドライバーってスイングするクラブの中で一番長いじゃないですか。なんで一番スイングテンポがゆっくりなはずなんですよ。真逆の長さの一番短いウエッジが一番短いんで、一番テンポは速くなるんですよ。でしょ。でもこれ逆転してる人がほとんどなの。ドライバーの速く振りたい。そうで、ウエッジは距離出ないし、ターゲットが目の前だからゆっくり振るの。確かに。それの答えがざっくりトップね。本当にそうなの。ウエッジってめちゃくちゃ速いから、ヘッドスピード。そうなの。そう。ドライバーより速い。長さと要は遠心力の問題で勝手にこっちは速くなるけど、自分の振ってる体感とタイミング的にはドライバーがめちゃくちゃ遅いから。そう。ウエッジはめちゃくちゃ速い。それさ、反対にな意識で振っちゃうと。ドライバーは一番多い9割の原因の振り遅れです。そう、テンポが遅くなきゃいけないのに早く振ったら振り遅れるじゃん。まだじゃあ来てないのに自分は、そう、打った気になってる。早く振ってるつもりだから、そう、間に合わない。そうそう、間に合わない。そうで、ウエッジは来てるのに打つ準備できてないからザクってなる。トップも出る。これでも基本の前よ。それぐらい大事なこと。でもそれってさ、教えてもらなかったよ、ドライバーの振りは。そう、だから俺はいい先生だから教えてる。それはでも意識してそうしてる。意識してそうしてはし、うん、やってないけど、考えるようになってそうだっていう感じ。気づいた。あ、全然逆じゃんって。そのプロでやってた時、プロでやってた、今プロだけど、試合出てた時はそんなこと気にしてない、もちろん。当たり前だから。当たり前だけど、ウエッジのヘッドスピードってめっちゃ速くないって思ったの。それなんでかっていうと、苦手な人のウエッジのヘッドスピードがめちゃくちゃ遅いから。それで気づいた。超大事。大事？全然関係ないです。カットするけど、うん、それが超大事だ。あ、そう。なんでじゃあれができるか、うんうんうん、なんで人ができないかっていう、うん、分かると、ああ、そういうのが分かる。それカットしてダメでしょ。それめちゃくちゃ大事。俺が勉強になる、それいつも。いや、それはさ、後で終わってるそうなんだよ。へえ。今もそうでしょ。そう。もう、そう。差が分かると、うん、何すればいいかが分かる。そうなんだ。そうなんだ。ちょっと膨らましてい い, い, い俺はもちろんその普通にアプローチ得意だし打てるから、うん、いや、こんなの簡単でしょって、こうポン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 打ってたの。で、自分のアプローチ動画もあるから見て、でお客様のアプローチがうまくいかないって言って、で動画見比べてた時があったの、何気なくね。したらめっちゃ遅いじゃんってなったの。そうで、普通に自分は打てるからそんなこと気にしたことなかったのよ。だけど見比べて初めて分かった。それがね、7年前ぐらいかな、ちょうどレッスン始めたぐらいよ、うん、そう。それでドライバーとウエッジのスピードって同じ部分切り取ったらほとんど変わんないねっていう感じなの。そう、この部分切り取ったら、そうもちろん体感はウエッジの方が全然速いから、せわしない。結構急いで入ってる感じがする。するやっぱこう短いし、しなんないから早く迎えちゃうじゃん。だから自分も早く準備しなきゃいけないの。でも何十ヤードとかになるとそんなに急がないのよ。テレンコしてんの。それじゃ当たんないのよ。こっち急いでるから。例えば50ヤードでも、こうやって打ってあげたら、今の多分この辺はめちゃくちゃ速いと思うよ。でも、50ヤードしかないって言って、こうやってダフるの。ゆっくり振って。これめっちゃくちゃアプローチ苦手な人で多分一番多いんじゃないかな。意外とアプローチって早く振るから。あれ、そしたらどうやって距離調整するの？飛んじゃいそうでしょ。5ヤード10ヤード打つよ。全
ずれてる。5ヤード10ヤードにしたら多分ヘッドスピードめちゃくちゃ速いのよ。なんでそれまたちょっと考える。ああ、もちろん5ヤード10ヤードをゆっくり振ったら同じ距離じゃない今だけど、今同じ距離だけどこっちの方が全然速いじゃん、スイングテンポ。なんでなんだろうね。ただある程度そのバケツ回すのとかと一緒で、ある程度スピードがないと綺麗に遠心力がかかんないのよ。だからそこでゆっくり上げたら要は全自力じゃない。そう、戻すのも上げるのもそれはうまくいかない。ある程度クラブの重さを利用してポンって打ってあげないと。だから遠心力を使うために早くこうやってポンって動かしてあげる。それがめちゃくちゃ大事。ドライバーはクラブが長いからでスイングも大きくなるから勝手に遠心力がかかるから自分から急いじゃいけないのよ。ドライバーのイメージはもう全て止まるところ、要はここで止まるイメージとここで止まるイメージ、そこで一旦止まってますよって確認するぐらいの感覚はある。1、1っていう感じ、そういうイメージのゆっくりさはある。脳が安定するから。やってもらいたい練習としてはドライバーなんかは自分のスローできっちりしたフルスイングを練習すること、それはめっちゃくちゃいい練習、ドライバーのね、うん、そうするとどれだけ自分が急いでてミスをしてたかっていうのが分かる、うん、ドライバーもテレンコテレンコしていいの本当に。ウエッジはどんな意識なの？ウエッジはパンパンっていう感じなの、うん、パンパンっていう感じ本当に。だからショートパッドと一緒よね。あ、うん、じゃなきゃうまくいかない本当。2、30ヤードとか10ヤードでもいいけど、それぐらいのアプローチを丁寧にゆっくりやってたら多分うまくいかないと思う。言い方悪いけどある程度雑さというか、もう動きの丁寧さは絶対いらない。自分が制御できる一番限界の速さでアプローチなんかは打った方がいい。試合なんか見てるとそうだけど、アプローチ上手い人ってゆっくり打つ人多分いないと思うよ。それぐらいアプローチのスピードって大事。タイガーなんかめちゃくちゃ速いからね、ほぼコックだけだし。そうなの？そうよ、松山くんのアプローチなんてめっちゃ速いから、切るから。転がしとかはパターと同じように多少ゆっくりストロークで打つ人もいるけど、サンドウェッジなんか持ったらみんな速いから。だからアプローチ苦手な方は早く振ってみてください、うん、それはめちゃくちゃいいポイントになります。いや絶対行くと思う。ちょっと度合いやっていい？いつものスピードで打つね。ボールは関係ないんでまっすぐ行けばいいな。いつものスピードで振ります。まず これがもう ほとんどいつもと変わらないスピードで、練習でやっていただきたいポイントはスイングの大きさは今と一緒、スピードが3分の1ぐらい。こういう練習、自分の飛距離からマイナス150ヤードぐらい、150ヤードしか飛ばない人ゼロになっちゃうじゃんって話だけど、まあ、半分ぐらいでいい、 50% ぐらいの飛距離でいい。だから俺が300ヤード飛ぶから150ヤードぐらいスローのフルスイング、こういう練習、これめっちゃ大事。あれであんな飛ぶんだね。そう、今ので150ヤードぐらい行くか行かないかぐらい行ってるんだけど、あれでこれやったら分かるけどめっめっちゃ難しい。いや、難そうだよね。そう。だって、なんか、決まったとこ通んなそう。そう。ゆっくりだ。そう。で、今のは、例えば適正がここだとします。で、ドライバー苦手でミスしてるよっていう人は、早すぎるって俺言ったじゃない。で、ここで振ってんのよ。今のはここで振ってんのよ。で、ここも難しいのよ。遠心力が要はないから、さっきのアプローチと一緒で。でも、ここができたら、ここ超簡単だから。適正が。そう。上がれば上がるほど、絶対に難しいから、特に長いクラブになればなるほど。だから一番最低ラインのスピードで打って、そこから適正なスピードに上げたらドライバーが一番簡単じゃんって来週言ってますから。それぐらい今のスローで大きいスイングでフルスイングすることはめっちゃ大事。これドライバー苦手な方のいい練習でも、しっかりここまでちゃんと取るし、
そう、ここまで取って、これもやる。ここまでやる。ここまでやんないとダメ。うん。それぐらい、その要はスローでフルスイングすることがすごい大事。うん。ドライバー苦手な方は多分これはね、ちょっとできないかもしれない。なんでこれを できるまでやった方がいい。うん。だ体力もいらないし、飛距離もいらないし、だからあんまり疲れないから、ぜひやってもらいたい。だからちょっと体ちょっとだるいなとか疲れてるなっていう時は、練習場にドライバー1本だけ持ってって50球だけ出して、50球全部あのスローで終わり。それだけでもめちゃくちゃいい練習、うん、で逆にウェッジアプローチしかしたくないなとか苦手だなっていう方は、さっきのアプローチの練習でもうパンパンってちょっと早めに振ってあげる練習。さっきのアプローチのポイントは、パーツを手首なり腕なりなるべく柔らかく使わない方がいいですよ。硬く使った方がいい。早く動くから、その早い動きに耐えられる力をちゃんと加えてあげないとダメなんですよ。ドライバーのさっきの練習なんかは、ある程度グリップなんかは多少しっかり握ってあげて、あとは背筋をピンと伸ばしたら多少ゆるーく使ってあげても全然いいです。その代わり、上げ始めからフィニッシュまで力感は絶対変えないこと。アプローチもそうですけど、そう、まあ、とにかくそのスイング中に力感を変えるっていうことは良くないので、どんな練習にしても力感は変えない方がいいですね。第3弾良かったかな。ねえ、なんでまあちょっとドライバー苦手な方に参考になる動画になればいいなと思って撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。